で薬はまああのいっぱいあるんですけど、はい、飲んでます。飲んでます。はい。わかりました。今日はちょっともう注射とか点滴やめますんで、はい、あのこれだけちょっと当てさせてください。はい。はい、ちょっと転換するよ。はい、よいしょ。はい、じゃあちょっと半分ぐらい。じっと。あ、そうか、ワンキンじゃないね。点眼は、目薬もやってます？はい、やってます。これですよね。はい。惜しい。涙管炎もあるから、目もだいぶ綺麗になったと思うんだけど。ちょっと目の内側に薬いてるよね。たけちゃん、ちょっとこれ取っとこうか。じっとしてお座り。お座りは？お座り。で、うん、いつひんひん。おいしかったな。それで、はい、まあ悪くなってない、まあ、一緒か、はい、まあできればちょっと良くなってほしいですけど、はい、感じだったらまた一日明けでもらっていいです、はい、大丈夫ですかね、今日が今日は木曜日です土曜日になっちゃいます、土曜日忙しいです、土曜日ですか、あの今週は大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、じゃあ一日明けで、はい、でなんかおかしいなと思ったら、はい、あの要はね椎間板ヘルニアのこともあるけど膵炎のこともあるからさ、はい、膵炎の症状物は食べんくなる、あでまあ、はい、お腹痛くて食べんくなる、それから吐いたり下痢したり、はい、というところですよね、はい、そこら辺の恩師あったら、はい、あいつもいったごめんごめん、肛門腺もねやっぱり踏ん張りが弱いから溜まりやすいんですよ、
だから時々私絞りますからね、はい、まあでもペースはちょっと遅いとは思いますけども良くなってきてますよね、はい、歩き方はね、はい、落ち着かない目の それ大丈夫ですか？インターベリー、はい、あの口に垂らすやつ、はいはい、粉と、精製水を自分のところで買って、あで、はい、大丈夫ですよ、精製水入れなければ、入れてなければ大丈夫ですか、はい、でその粉はどうやって保存してました？あ、冷蔵庫に、あ、じゃあ大丈夫です、大丈夫ですか、はい、はい、使ってくださいじゃあ、はい、じゃあリードをつけていただいて、はい、ちょっと待ってすいません、これ。